ちは。就職支援の会社をやっている出会い場カンパニーの社長の清水です。今回 YouTube のチャンネルを開設させていただきましたが、どういう目的で作ったかというとですね、私は今から40年前にベンチャー企業であるリクルートに就職しています。当時早稲田の理工学部からリクルートに入ったのは僕初めてだったんですね。当時なぜリクルートを選んだかというとですね、私は早稲田の理工の機械工学科、とても就職のいい時代だったんで、当時早稲田の機械科から自動車メーカーに、そうだな、100人ぐらい入ってる時代なんですね。でとても就職のいい時代で、うちの兄貴も実は早稲田理工の機械でした。で親がこれからは理科系の社会なんだと言ってですね、兄弟を理科系に送った。ところが弟である私はですね、たまたまそうですね、数学と科学が好きだったから理科系の道に進んだんですけど、向いてねっていうことに気づいてですね、それでどうしようかなって考えてる時に偶然リクルートっていう会社を知って、リクルートっていう会社に入った、その人生が僕にとってとても良かった。偶然出会った会社に入ったことが僕の人生にとって良かったんで、学生の皆さんに偶然に出会って、そしてその偶然出会った企業で一生懸命やることによって人生が切り開けるんだと、そういうことが大切だっていうことと、リクルートという当時ですね、新進気鋭の急成長している会社で働いたことが僕にとってとても良かったんで、その時の経験を踏まえて皆さんがこれからビジネス人生を歩むんだったら、こういう考え方もあるよね、こういうふうなやり方もあるんじゃないのと、今マニュアルの社会になってるけど、マニュアルができたところで別に人生はそうじゃないよってことを分かってほしいから作ったチャンネルなんですね。ちょっと簡単に自己紹介させていただくと、僕は1959年の2月11日に生まれています。2月11日聞いたことありますね。これ何の日かっていうとですね、建国記念日なんですね。でもう一つ説明すると、建国記念日はですね、私が生まれた1959年は休日ではございません。多分1965年ぐらいかなんかに休日になってるんですね。これもともとはですね、日本の歴史の中でいうとですね、初代の天皇陛下が生まれた日っていうことで起こってる、日本軍の建国の日っていう意味なんですね。で私が生まれた後に休日になったってことは、私のために作られた日と子供の頃からそういうふうに言ってたんですけど、2月11日生まれ で僕はですね、東京の新宿区というところで生まれて、幼稚園から大学まで全部新宿区で、ですから幼稚園から大学まで全部歩いていくことができた。でもどうしてもですね、みんなが高校の時に定期を持ってるんで、定期が欲しいっていうんで、四谷三丁目から新宿三丁目まで定期を買ってもらって、意味がないぐらい近かったんですけどね、そんな形で早稲田理工の機械に入学して、向いてないということに気づいて、私はもともと親がどうしても早稲田理工の機械に行けっていうんで入ったんですけど、向いてないってことに気づいて、大学1年の冬にですね、藤沢に引っ越したんです。湘南海岸江ノ島。そして親と約束したので、私は大学入ったら二度と勉強しませんというふうに約束して、だから二度と勉強しなかったんですけど、で藤沢に引っ越したんで、おいい機会だって、サーフィン走って、早稲田理工学部でサーフィンやってるやつも当時いない時代で、私は大学入ってやったことはですね、ディスコ週3回通っておりましたね。ディスコってなんだかみんな分かんないと思いますけど、踊ってたってことですね。でサーフィン始めて、チャラい人生を送ってたわけですよね。で大学の時どうしようかな、就活っていうふうに思った時に、たまたま偶然リクルートっていう会社に出会ってで就職した。親父が1年口聞いてくれませんでした。お前は学費をドブに捨てたと言って怒って、そういう出来事があったけど、自分の人生だから面白いなって入った。そしたらリクルートが急成長したんです。とても大きな会社になって、僕はリクルートの中で、たまたまですね、そうですね、皆さんが知ってるサービスだとジャラン、聞いたことありますね。ジャランネット、あれは2000年にリリースしたサービス、僕が作ったサービスなんですね。僕が事業部長の時に作ったサービスで、実はリクルートは現在それで表には出てませんけど、多分利益が150億から200億も出てるんです、このジャランネットで。そういうサービスを展開したんで、偉くなって、僕はリクルートの取締役の常務になって、当時社長が1人で常務が2人しかいませんでしたから、リクルートの事業の半分、その当時は人材系の事業を全部担当して、新卒の事業も含めていろんなものを担当して、で43で役員になって46で辞めて、なぜ辞めたかというと、なんかサラリーマンってアホらしいなって思ってきて、どうしようかなと思った時に、あ、そうだ、昔から英語の音楽とか好きだったんで、アメリカ人になろうって、この辺も気が狂ってるんですけど、でアメリカに行って、実際サンフランシスコのそばに UC バークレーっていう大学があって、そこのエクステンションっていうプログラムで1年間英語全然喋れなかったんですけど、1年間やって、その後アメリカでも勤めて、親父が亡くなったんで日本に戻ってきて、日本でベネッセという会社で働いて、そうだな、経営企画の仕事をして、新規事業の開発をしてて、その時に実際に
なんだろう、新しい新卒のこう事業を提案したんだけど、ベネッセがやらないっていうんでやめて、当時光通信っていうこれ有名な会社、一部上場の会社ですけど、そこに入社して、まあ自分で 49% 出資させていただいて作った会社がこの出会えばカンパニーで、2年後に株を買い戻させていただいて自分の会社にして、まあそれから今 10年目を迎えてるんですけど、まあそんな形で生きてきて、まあ実際に今大学でもコミュニケーションの実践を含めていろいろな講座も担当させていただいてます。自分自身があの時リクルートに入った時、自分がこうやって偶然の選んだ会社に入ったことが僕の人生にとって良かったから、そういう生き方を学生さんにもしてほしいなと思って会社も作って、実際にこのチャンネルを作った理由もそこにあるんですよね。ぜひ人生ですから、皆さんいいですか、就職っていうのはあなたたちの人生の生き方を決めるというプログラムなんです。ぜひ自分の人生、どういう人生がいいのかっていうのを考えて、そこにあった会社に就職してほしいなと思ってます。週に2回のペースでこれからお送りしますんで、ぜひよろしくお願いします。